やべー、バイバイ、バイバイ、ノリでございます。なんすかこれ。やってまいりました、第3回地獄のプレゼント大会。誕生日会をようやく10月にやりましたけれども、はい、だいぶ遅かったんで、たつきさんの誕生日が7月にもう来ちゃってるので、チャッチャチャッチャとやっていこうという。チャッチャチャッ。今回もう選手が決まっています。ビリービリー、2番目のビリー、まあじゃんけんに負けて今回決まった。はい、そうだね。この3名でたつきさんの喜ぶプレゼント買ってこい。まあルール知らない人はあの概要欄から見てもらえばいいんですけれども、はい、その物を買って第一印象でどれが1位2位3位か決めてもらうと、はい、でその後にディベート、相当アピールしてどんだけ順位変えるか。それが短い時間のあのディス&褒めタイム、はいはい、敵の相手もケアすこともできるということなんですけど、今回はですね三井アウトレットパークで戦ってもらいます。マジか、はい、そう、まあアウトレットだからね。アウトレットだから何中身薄っ。俺はねもう勝つ自信しかないね。いやでしょうね、あまあ長いもんね。なんなんそれ。めちゃめちゃ気合入ってるのに関係ないやつっていうネタやつ。突っ込みきれなかった。これはね正直ねあんまり自信ないっす。いやおかしいだろ、使い方おかしいでしょそれ完全に。そうですね。ほんまややこしいから。アウトレットに行って買ってきてくださーい。魔法のジャンプ行く。魔法だ。はい、ということで着きましたね。今回の決戦の地ですよ。いや絶対に負けないよ言ってるけど俺は。ザコがなんか言ってんな本当な。ザコって惨めだ。惨めだ。あずきさんがね、はい、プレゼント選んでください。今回はもうルーレットしません。上限金額は僕と共有で決めました。過去最高額1人2万円。これ1000円で6。はーい、頑張ってください。頑張ってね、バイバイ。いやーね、俺はね、もう買いたいもん決まってるから。じゃああの二人多分もうビリで何も分かってないと思うんで。しかもタツキとの歴がね、あの二人より僕の方が長いんで多分気持ち分かると思うんですよね。というわけでもうとっとと買っちゃいます。さあやってまいりましたよ、もうね2回目ですよ。ちょっとね、アウトレットねあるか分かんないんですけど、お酒関係のものが欲しいなと。ということでちょっと探していきたいと思います。いやーマジで何かをやべえよ。もう迷い中でもございます。私ビリノリと妖怪童貞買ってっから。分かったか、ま、分かった。買ってきましたか。いや買ってきましたよ。勝ちました。これです。ちょっともういろいろ喋りたいことあるけど、もう勝ちは確定した。とりあえずザーコ。ザーコじゃねえわ。はい、ということでノリさんも買ったみたいです。ありがとうございます。袋だけ見せてもらっていいですか。おお、勝ち勝ち勝ち。ザーコ、ザク上さんもなんかね着々と服買ってますもん。ああ、まあまあぼちぼちよ。まあバリバリよ。どうすか。いやー迷ってんね。代金だけちょっとヒントあげるよ。私ね服ね結構興味持ってんの。じゃ初めてのそうだけど時間ないから買えてないので、今持ってないアイテムが絶対ジャケットなの。スクイージービリバン、はい、いけるはず。いきます。はい、ってことで何の日今日。誕生日プレゼント大会です。ってことは俺ですか。そうです。イエーイ。ザコたちが君にプレゼントくれるやつっす。嬉しくないなこのメンバー。ビリ経験者、ビリ経験者、はい、でも俺が唯一ビリだからね。人生ビリです。人生ビリです。ちゃんとこことここ1位なのが腹立つんだよ。マジでドキドキ止まんねえ。ほんとにやばい。はい、ということで早速じゃあ夏希さんもう買ってきてあるので、はい、つぶってください。さあ物を出しておきましょう。ファーストインプレッションが始まります。夏希さん目を開けてください。おーてれー頼まい。てれー。それではファーストインプレッション2位の発表をお願いします。2位は真ん中の方ですね。おお。それではじゃあファーストインプレッション1位をお願いします。1位はオレンジのこの人。おお。全的にビリが4ポイント。じゃあどれが誰のか発表していきます。2位のりさんです。はい。おで、うんこ色がうんこです。うんこで、これが大輝ですね。あれ、こっからが大事なアピールタイムです。よし、それではうんこからお願いします。1分ね。アピールタイムスタート。まだね、たつきさんはねやっぱりその愛がね欲しいとおっしゃってました。この手袋なんだけど、ハンティングワールドっていうブランドなのね。これなんと一時期ルイ・ヴィトンと肩を並べるぐらいまでね地位を上り詰めていった、すごい有名なもので、素材にバチュークロスっていう素材を使ってて、なおかつ服選ぼうかなとも思ったんだけど、まあ俺は残念ながらそのセンスがないと。だからちょっとお店の人に聞きました。どんなコーデでも合わせやすい凡庸性の高い手袋です。これはそんなあなたにぴったりなんじゃないでしょうか。終了。すごい。
シュート愛がなくしましたもん。愛が僕の先生がないので、かわいそうなやつやな。それでは2位のノリさん、アピールタイムどうぞ。こちらですね、普通のなんか緑色のシャツだろって思うでしょ、柄がかわいい。本題はこちらですよ、グラス。これね、ビール、シャンパン、ワインとなってます。まあやっぱりお酒好きだから使ってほしいと。で、このビールのやつ、泡が本当に生ビールみたいな。これなんだ、ビールサワーです。うお、俺はもうやっぱ日々疲れてるタツキの疲れを癒してほしいのこれ。終了。いいじゃないですか。一番だけ気になってた。ジャストで全部まとめてきてますよ皆さん。はい、ということでディベート日本で一番下手くそないです。はい。ね、ファーストインプレッション1位の大輝さん。はい。ビールタイム。あの今回私これ攻めました。でも最近タツキさんファッションに目覚めてると思いますので、でなんでオレンジ選んだか想像つきます。あ、まあメンバーからそうなんですよ。これから先もあの来年も再来年もこれを買うためを持って。もちろん。もちろん。来てください。お願いします。歌った方がいいじゃないですか。あ、やばい、時間怖いくらい。いや、ST みたいな。はい、ということでここ二人バチバチに思い伝えて、こいついつも通りあの困った時のあの一生さあ、それではディス&自分の褒める期間です。30秒しかありません。それではダボーさん、ダボー、タツキのことをノリは分かってないんだよね。確か居酒屋が好きなの、家で飲むとかあんまりしないの。だからこんなんいらないわけで、これもなんかもう初めてだ、先ほどつなぎみたいなもんでいらんで、もうこいつはもういつも将来のためって言ってる。もう全然思ってないよね。これに比べて俺は数で勝負しようと思った。だけど俺ぐらい大人ですから、やっぱりより上質なものを。心が穏やかではなくなってきました。それでは2位ののりさん、ディス&褒めタイムスタート。私はもう気にしません。これね、さっきも言ってなかったんですけど、うん、全部ハンドメイド1個3000円します。で、これもあの店員さんめちゃめちゃいいですよっていうことをね教えてもらったんで、まあ居酒屋行かないとか、まあ、終了。どれだけこれに愛がこもっているかというアピールでございました、うん、それではディベート下手くそ代表大輝さん、スタート。タボと一緒の通り、これたつき居酒屋が好きだからさ、うん、これだってさ地味やん、作業着で本当に。これはもうだって車でたつき下振るの見たことないから。それに比べてこれ見てください、アウターですよ、アウターですよ。これはもうさあ、ということで全ディベートやばすごい、しましたが決まります。のりさんの金額を発表してください。1万8000円です。はい、1万8000円。じゃあターボーさんお願いします。19200円。ええ、それ100円ショップぐらいびっくりした。ちょ、触りたい。これはやばい、すごい。大輝さんいくらでしょうか。19812円。うわ、812とかいいのよ。さあ、10位の方は決まったでしょうか。うマジでビリ超悩んでる。オッケーです、決まりました。まずは一番安牌第2位の発表でございます。どうぞ。大輝さんでーす。あちゃん、用意したぜ。あの、普通にかっこいいセンスがあんなって。そう、あるよな、フォローとかじゃなくてもうシンプルセンスよ。あったー、やっと抜けた。これ本当にわからんわ。いやいや、ここに関してはマジで愛で。それでは第1位の発表に参ります。さらわれなかった方6万円の支払い。うわ、それでは1位の発表お願いします。ルル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 そう、ギリギリまで使おうっていう気持ちが見れるし、うん、これはいった。これはね、つけないね。ここで触ってた時、なんかいい感じの話してたやん。あの時間何よ。あの時間何よ。はい、ということで第3回地獄のプレゼン大会、自腹はターボー選手やったー、こっちでーす。で、勝者の2名はもうそのままもう無料と。君はあの6万円払って会いに。あー、これえぐい、やばいでしょ。やばい、そんなやばい、なんか恥ずかしい。どう思います、京さん。いや、もうしょうもないよね、本当に。お前が一番しょうもねえ。はい、ということで誕生日プレゼント大会、はい、少しでも面白いなと思った皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。下ろしてきましたよ。遅いな、遅いな。お前はいくらだっけ。19812円です。じゃあ後で返しますよ、お釣りは。いやー、こっちの景色気持ちいい。うぜー、ほらー、意地悪だね。ほらちょっと言っとこうかな。人の気持ちになって考えよう。タモさん、愛っておっしゃってましたよね。次回はもっと愛を届けましょうね。くそー。好きになって信じたって、どうせ恋
この一歩が踏み出す